アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行う競技です。攻撃はそれぞれをクォーターと称し、第1、第2クォーターを前半、第3、第4クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替えでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替えではタイムアウト、ポジショニングをリセットして試合を行います。現在の試合は両者無得点という状態になっておりますが、その状況を打開すべく現在琉球ガーディアンライオンズが一気に大阪系陣のゴール前に迫っております。相手陣5ヤードの位置からの琉球ファーストダウン2ゴールの状況から試合再開という形になります。琉球ライオンズのパフォーマンスに彩られた琉球ガーデンライオンズの攻撃が始まります。ボールオンは相手陣5ヤードからファーストアン2ゴール。さあまずは中央段プレーを選択した。これを大阪府警ディフェンス陣群がありまして、このランプレーはノーゲインとしています。キャリアは10番のゴヤでした。結果琉球セカンドダウン2回目の攻撃に入ります。琉球相手陣5ヤードからセカンドダウン2ゴール。エンドゾーンまでのこの5ヤードの攻防、ぜひご注目ください。さあ再びランニングアップ10番に託した。タッチダウン。ランニングアップ10番、右スプリントアウトからのドロープレーにより広がったディフェンスラインの中央を突破、相手ディフェンスを隙間を塗ってそのままエンドゾーンに飛び込んだタッチダウン。琉球ガーディアンライオンズ6点獲得。そしてトライ4ポイント、タッチアウトの後のワンプレーに挑みます。キック成功、1点追加。琉球ガーディアンライオンズ7回、大阪府警シリーズ、まず琉球ガーディアンライオンズが先制する形になりました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチアウト、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチアウンですと6点になります。ただタッチアウンはその後にもうワンプレーあり、ここでプレースキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点さらに加点します。これに自殺点の2点を加え、アメリカンフットボールのワンプレーの得点は2点、3点、6点、7点、8点という形になります。この足し算の組み合わせによりまして引き分けが起こりにくい得点構造にアメリカンフットボールはなっております。そして試合は先ほど得点を挙げた琉球ガーディアンライオンズのキックオフにより試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合再開です。必然的に失点をした側が次の攻撃権を得やすい状況になります。さあ大阪府警はリターンに入ります。このリターンは大阪府警陣30ヤードを超えたところでボールデッドとなりました。この位置から大阪府警の反撃となる攻撃シリーズが始まります。大阪府警先ほどタッチダウンを奪われ、ここで逆にそれを取り返す攻撃を結びつけることができるでしょうか。ボールオン自陣33ヤードから大阪府警ファーストダウン10。
まずランプレーで入ろうとしましたが、しかしこれは琉球ディフェンスナイスです。何枠83番に託し中央突破を図りましたが、これを琉球70番が見事に対応し、約1ヤードロスに変えました。素晴らしい対応したのは琉球ガーディアンライオンズの70番の高橋、明星大学出身。大阪府警1ヤード下げられまして、自陣31ヤードからセカンドダウン11。さあ再び中央でのワンプレーで突破を図りましたが、しかしこれも琉球ディフェンスが対応してきます。今度は99番の選手が間を詰めまして、このランプレーによるゲインを1ヤードで止めました。琉球99番は牧、明治学院大学出身。そして東海大学にも在籍しておりました。大阪系サーダーアンテン、さあパスです。横へ振りますが、これも琉球がナイスディフェンス。大阪府警はキャッチアンドランによって打開を図ろうとしましたが、これも琉球9番が素晴らしいカバーをしまして、このパスによるゲイン1ヤードで止めました。タックルをしましたのは琉球ガーディアンライオンズの9番篠宮、琉球大学出身。大阪府警フォースダウンラインパントフォーメーションを選択します。さあここでボールをフリーボールになりました。どちらが抑えたでしょうか。大阪府警がカバーしています。大阪府警のファーストダウンです。先ほどのパント、不安定な状況のパントボールを琉球リターン試みましたが、この時にボールに触れてしまいました。触れた瞬間、このボールはどちらが抑えても構いません。抑えたのは大阪府警、したがって大阪府警の所有権となり、大阪府警大きく前進してファーストダウンとなります。大阪府警ファーストダウン。これにより大阪府警は相手陣に入りまして、相手陣47ヤードからのファーストダウンテン。さあここでランプレーが出ます。何枠83番ハンドオフを受けまして、右オープンに展開。相手ディフェンスの隙間を入りまして、約6ヤードのゲインと変えています。大阪府警のキャリア83番は小山、関西学院大学出身。大阪府警相手陣40ヤードの地点からのセカンドダウン3の状況に入ります。クォーターバック11番ドロープレーのプレイアクションからロングパスを投じようとしましたが、これを察知した琉球ガーディアンライオンズ37番のキュービーサック、パスを投じる前に倒しました。これにより約4ヤードのロスを強いています。素晴らしい反応でクォーターバックスタックを決めましたのは琉球ガーディアンライオンズ37番の王子、海城高校出身のプレイヤーです。大阪府警サーダウン7、パス不成功。ここでクォーターバック11番ワイドレシーバー16番へのパスを投じましたが、このパスわずかにコントロール合わず、パス不成功となっています。ダウン1つ失いまして、フォースダウンに変わります。大阪府警フォースダウン7、パントフォーメーションの選択となります。琉球今度は無理をしません。そのままスルーさせます。大阪府警このボールを琉球陣15ヤード付近で抑えまして、この位置での攻守交代となります。
さあ現在も激しい攻防が続いているこの両雄の戦いですが、現時点では琉球ガーディアンライオンズが試合を有利に進めています。ミスはありますが、しかし現時点では琉球がリードする形でこれより琉球の攻撃に入ります。ボールオンは自陣15ヤードの地点からの琉球ガーディアンライオンズファーストダウン10、失礼しました、自陣16ヤードに訂正します。ランニングバック10番ハンドフォーを託され左オープンへのランプレー、相手ディフェンスの間を乗って左オープンを展開して約4ヤードのゲインとしています。琉球自陣20ヤードの地点からのセカンドダウン6、パス不成功。ここでクォーターバック7番パスプレーを展開しようとしました。しかしこのパスを投じる際に大阪府警の50番がパスカット、パス不成功としました。大阪府警の50番は市川、京都産業大学出身のプレイヤーです。大阪府、失礼しました、琉球ガーディアンライオンズ自陣20ヤードからサードダウン6、3回目の攻撃です。攻撃権更新6ヤード確保できるでしょうか。インターセプト。ここでクォーターバック7番パスプレーでコースを選択してパスを投じましたが、この時レシーバーがボールを弾き、その浮いたボールを取りましたのは大阪府警の25番、これによりインターセプト、ターンオーバーが成立です。攻守交代となりまして大阪府警の攻撃と分かります。ターンオーバー、インターセプトを決めた大阪府警の25番は広吉、龍谷大学出身。さあこれによりまして相手陣深い位置で大阪府警は攻撃を得ます。ボールオン相手陣31ヤードから大阪府警ファーストダウン10、さあそしてランプレーが出ます。さらに行きます、オフェンスラインのさらにパワーのついたサポートが入りまして、このランプレーにより大阪府警攻撃権を更新しました。大阪府警ファースター、さあここで大阪府警に勢いが出てまいりました。ボールオンは相手陣19ヤード失礼20ヤードから大阪府警ファーストダウン10、さあキャッチアンドランを図ります。大阪府警まずここでワイドレシーバー1番のキャッチアンドランにかけました。これを答えましてワイドレシーバー1番約5ヤードゲインしております。果敢なランプレーを見せましたのはワイドレシーバー1番の宇都宮、中京大学出身。大阪府警相手陣15ヤードからセカンドダウン5、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は5ヤード、そしてエンドゾーンまで15ヤード。さあここでランプレー、ショットガンフォーメーションからランニングバックに託しまして右オフタックル付近をつきました。このランによりまして約4ヤードのゲインを果たしております。失礼、攻撃権更新となりました。大阪府警ファースター、先ほどのランプレーにより攻撃権更新しました。大阪府警相手陣9ヤードに入りましてファーストダウン2ボール、残り9ヤード。さあ中央のランプレー、キャリアは83番、相手タックルを浴びましたがそこからセカンドエフォートで約1ヤードほどゲインを果たしております。
失礼、時計が進んでおりますが、その時計の調整をさせていただきます。大阪府警セカンドダウン2ゴール、残り5ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック11番一気にエンドゾーンへのパスを投じました。奥のコフィンコーナー隅の部分を狙う形のパスでしたが、しかしオーバースロー、パス不成功となりまして、ダウン1つ進んでサードダウンに変わります。大阪府警相手陣5ヤードからサードダウン2ゴール、ここでホイッスル。ここで大阪府警が前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。画面上にありますチーム名の下側にその黄色いバーが表示がありますが、このバーの本数がそれぞれのチームのタイムアウトを残り本数としてご承知ください。大阪府警ここで相手陣5ヤードという絶好のポジションを生かすべく、ここで作戦タイムを取ります。このタイムアウトが果たして双方どちらにとってプラスとなるでしょうか。前半残り時間は2分6秒となっています。タイムアウトを解けまして、大阪府警サードダウン2ゴール、残り5ヤードの状況に挑みます。さあここでボールの受け渡しにミスがあったようですが、幸い大阪府警自らで抑えています。しかし結果的には攻撃権が進まない形でフォースダウン4回目の攻撃という形になります。さまざまな方々の応援メッセージありがとうございます。山ちゃん様、ポリスナップ遅いぞ、激励のメッセージありがとうございます。陽瀬様、ゴーライオンズ。黒木様、応援メッセージありがとうございます。アメフト大好き様も頑張れシールズ。こちらは大阪府警の応援ですね。その期待に応えるべき大阪府警現在構成です。さあ大阪府警フォースダウンでフィールドゴールトライに行きます。3点を狙うキックは果たして決まるでしょうか。キック成功、3点獲得。大阪府警ここでまずフィールドゴールにより3点を返しました。大阪府警シールズ3点、琉球ガーデンライオンズ打点。さあこれでまず一旦両チームが得点をした形になりました。琉球がまずタッチダウンという形で先制しましたが、大阪府警も負けじとまず一旦フィールドゴールでその差を詰める形で得点しました。点数はこの結果、大阪府警シールズ3点、琉球ガーディアンライオンズ7点という形になります。そして試合は先ほどフィールドゴールを決めた大阪府警のキックオフで試合再開となります。さあ前半残り時間は1分17秒となっていますが、この残り時間でどのような攻防が生まれるでしょうか。大阪府警キッカー1番宇都宮のキックオフにより試合再開となります。さあ琉球リターンに入ります。これは大阪府警のカバーがよく、琉球陣25ヤード付近手前でボールデッドとなりました。しかしこの位置から琉球の攻撃という形になります。前半残り時間は1分11秒となっています。レッツゴーゴリラ様、メッセージありがとうございます。チンペイ頑張れ、どちらかの選手のニックネームですね。本日その選手も頑張っていることを思います。
さあ琉球ファーストダウン10。さあランプレーを選択しました。キャリア10番ゴヤ、このボールを託され、右オフタックル付近をつきまして約4ヤードのゲインとしています。中で倒れたため時計は回り続けます。前半残り時間は残り50秒を間もなく切ります。琉球セカンドダウン6、ボールオンは自陣28ヤード。パスは成功。クォーターバック7番、33番にパスを通しまして約3ヤードのゲインとしています。パスを取りましたワイドレシーバーの33番は中本、関西大学出身。先ほどのプレーで時計が一旦止まっておりました。残り時間20秒で試合再開となります。さあランプレーによる突破を図りましたが、このランプレーは大阪府警の50番の素晴らしい対応によりまして、このランプレーは阻止されました。1ヤードロスです。大阪府警の50番の選手は市川、京都産業大学出身、そしてそのフォローに58番の田中も入っていました、近畿大学出身。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、大阪府警シリーズ3点、琉球ガーディアンライオンズ7点で琉球4点リードという形で後半戦に入る形になります。このハーフタイムの10分間で双方ともどのような形の作戦を組むことになるでしょうか。